北緯34度57分3.5秒統計137度9分23.6秒北緯34.950972度統計137.156556度34.950972137.156556コムタウンとは愛知県岡崎市場6名町にある大型商業施設家電量販店のエディオの岡崎本店 家具インテリア店のニトリ岡崎コムタウン店、食品スーパーのフィールコムタウン、ホームセンターの京葉で2岡崎店を各店舗とし、国道248号沿いの大津川のほとりに位置する郊外型商業施設。地上3階建てで、3階と屋上は駐車場になっている。1994年に大栄の運営する大栄岡崎店として開業したが、 イオの岡崎ショッピングセンターの開業や大英の経営悪化などから2002年に閉店している。D ハイパーマート岡崎店時代の外観コムタウン1980年代後半頃、三流社の本社敷地の一部に大英が出店を計画した。当時の歌唱は岡崎リバーサイドアベニュー。1994年5月31日、大英の店舗としては、 東海三県最大の店舗面積を誇る大英をカザキ店として開業した。当時は集中陳列やベルトコンベアの集中レジによるセルフサービスを中心とした低コスト実験店としての意味合いを持ち低価格を売りにしていた。1997年6月28日には改装をオープンし商品数を6万点から12万点へと大幅に増やした。 1999年、大英は全国のハイパーマートの合理化を実施し、岡崎店は郊外型ディスカウントストアから GMS に業態を転換することとなった。競合店だったジャスコ岡崎南店がイオン岡崎ショッピングセンターとして拡大開業した2000年の秋には運営を D ハイパーマートへ移管し、D ハイパーマート岡崎店となり、2階での営業を 取りやめ、スポーツ用品店のアルペンと、家電量販店の緑電化をテナントとして誘致した。しかし、大英の経営悪化から2002年2月27日に、発表された、新参加年計画の閉鎖店舗に、リスト入りし、同年8月31日に閉店した。アルペンも、同年8月25日に閉店し、 緑殿下が売り場を拡張し2階のみでの営業が続いた。2003年、食品スーパーのフィールコーポレーションが1階テナントとして入居することが決定し、3月17日に開店、商業施設の愛称もコムタウンとなった。3月19日には、デイで通が開店した。緑電化は2005年のエディオンさん帰りにより、東海地区の店舗、エイデンエジョート、 岡崎店も2006年11月10日に店舗名を、エイデン岡崎本店へと改めた。エイデンは、同市戸崎町の岡崎店を閉店していたため、実質移転拡大する形となった。2010年10月29日には、家具インテリア店のニトリが、戸崎町の西友岡崎店から移転し、売り場面積を1.6倍に拡張して、ニトリ岡崎コムタウン店として開店した。 下記は、店舗駐車場に設置。中日新聞1991年5月11日、地域経済11ページ、日本経済新聞1994年5月19日、地域経済7ページ、中日新聞1997年6月26日、西三河版西三河22ページ、大英ニュースリリース。 中日新聞2002年9月1日、西三河版20ページ、中日新聞2003年3月18日、西三河版20ページ、中部経済新聞2006年11月6日、岡崎経済新聞2010年10月29日。ありがとうございます。